岩瀬純造は、日本の編集者、KK ベストセラーズ創業者。出版界の歴代記載ナンバーワンとも言われた、出版事業家。広島県尾道市三原野町出身。野坂昭幸は、尾道を代表する二大文化人、大が石堂義郎で、生涯岩瀬。共にややこしい心根の持ち主と話していた。1958年。 立教大学英米文学科卒業。講談社は不合格となり、バーテンダーなどの仕事をする。当時はヒロポン中毒に悩まされていたという。1961年、28歳で食品業界の業界誌、高林書院に入社。翌1962年、60年安保闘争の総括で知られる清水育太郎の紹介で青春出版社に入社。 社員10名の編集長となる。野添陳平、3時間だけ楽しむ本や、歓入門などの大ヒットを出し、一躍青春出版社の名を轟かせた。一攫千金の夢が強かった岩瀬は、この成功で、銀座にバーを出したり有名女優を愛人にするなどの、報道を始めたと言われる。また、一回のサラリーマンに似合わぬ大金をかけて、かけ麻雀をやり、 多額の負債を負ったとも言う、会社社長との思想の違いから退社。1968年、カーデ処方新社に招かれ、冒険の川でベストセラーズを作り、社長を務めたが、翌1969年、同社は会社構成法の適用を申請することとなったため、退社。同社の子会社を独立させて、KK ベストセラーズを創立した。 公文社の漢ハ春オが創刊したカッパブックスに対抗してカッパをクワニを商標にワニブックスを創刊それまでは著者が書いたものをそのまま本にするというのが一般的な傾向だったが漢季が編み出した編集者と著者の共同作業という出版メソッドをさらに進化させ出版社が企画を立て著者を選び著者と共に共同制作を行う出版プロデューサー的出版社。 出版法を打ち立てた。その後、この手のタイトルと本作りは、他者にそっくり真似られ、今は定着している。こうした手法を編み出したのは、岩瀬ではなく、公文社のカッパブックスの創始者、歓喜春夫と言われる。この後のベストセラーの連発で、他のマスコミや世間からは、ゴーストライターと強い批判を受けたが高度、経済成長期の社会風潮を背景に、 セックスや金儲けなど人間の根源的欲望に迫るハウツーもので次々とベストセラーを送り出し出版界の風雲児と歌われた。本は題名だと思うんです。強烈な題名をつけなくちゃ広告は生きない。よその広告漫画僕のところが一番パンチがあるって言ってたと話した。PL 教団ご既得金の愛、愛する愛に愛される愛から始まり、ハウツーが 流行語となった、奈良林幸、ハウ・ツー・セックス、藤田伝、ユダヤの商法など、ゴーストライター批判がピークに達した、江本武則のプロ野球を10倍楽しく見る方法は220万部という記録的な売れ行きとなった。これは、ゴーストライターブームを作ったと言われその後、この手のタイトルと本作りは他社にそっくり真似られ今は定着している。 1980年の年間6位となったビートたけしの2ビートのは毒ガスだは漫才ブームを起こすきっかけの一つとなった。1984年からは女性の顔にシャワーをかける表紙で有名なザベストマガジン、大人の特選外など大人の雑誌群も揃えた。本を作る場合、市場調査をやったり、こういう傾向のものが売れてるからこういう本を作ろう。 というように考えるのは素人。僕はそうじゃない。自分自身が大衆そのものと思ってます。だからリサーチの必要はない。私が大衆の象徴みたいなもんです。だから私の読みたい本は大衆も読みたくなる本ということになるわけです。それが私の企画の根本ですなどと豪語した。野坂昭雪は今までの編集者は主に小説家とか編集者を相手にして、 世に隠れた才能を掘り出してくるのが名編集者ということになっていたけれども、あなたの場合は雑文化の天才を掘り出してくるわけだと評した。野坂昭雪を尊敬しよく行動を共にし、野坂の小説、水虫魂のモデルと言われている。野坂の小説、ホタルの墓の実写映画化を起こし、アメリカに戦前の神戸の街並みを再現して、実物の B-29 から、 本物の焼夷団を投下するなどの壮大なプランを立てていた。キックボクシングに熱中した野坂の関係からか、プロボクシングの名門で立教の後輩、本田昭彦が経営する定権のスポンサーになり、フェザー級全日本高校王者の実績を引っ下げ、沖縄から定権入りした浜田剛を社員として雇用した。1973年には日本のヒュー・ヘフナーを目指し、 女をくどこうと別会社で美人を揃えた、ファッションモデルの会社を作ったが2ヶ月で潰した。野坂に、お前はもっと飲まなきゃダメだと言われて実行し肝臓は40代で、ボロボロになったと言われ、B 型肝炎により52歳で創生した。野坂から紹介された、梶山俊之、近藤慶太郎、吉幸淳之介らとも親しく、吉幸の小説や随筆に何度か登場している。 岩瀬の手がけたベストセラーは他に、糸山栄太郎、怪物商法、あのねのね、あのねのね、中村光一、痩せる健康法、馬場賢治、アクションカメラ術などがある。ありがとうございます。